人とはその。こちらにはバスの乗り方が書かれています。 IC カードの場合はこのように乗る前にタッチして、乗車してまた降りるときにタッチで降ります。現金の場合は整理券を取って乗って降りるとき支払うということになっています。このようなマニュアルも西武バスでは今にも書かれています。今では西武バスではこのようにマニュアルが書かれております。なおこのマニュアルはここ埼玉県内の西武バスの話です。都心になると乗り方が変わりますので十分ご注意ください、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。防災セレオでした。